まあこのギャップがなんですけども、ちょっと気合い入れすぎてね、喉なんかカラカラなんで、ちょっと飲み物なんか飲んだりして、次やる曲なんですが、次やる曲はなんとね、あのここで聴く人がもうほぼ初めて聴く曲なんですよ。あの別にすごいことじゃないかもしれないんですけど、あのストリートライブとかね、ライブでやってないんですよまだ。うん、今日やるためにこう隠してきたんですよ、うん、この曲をちょっとやろうと思うんですけど、だからこう題名がないんですけど、新曲とだけ、まあ、一応仮タイトルはつけてあるんですけど、どういう曲かというと、あの普段作ってる曲はなんか自分のいろんな思いをある意味こう皆さんに共感してもらえるようにというか、分かりやすいそういう言葉に直したりとかメロディーを紡いでいく感じなんですけど、この曲は別にそういう作業しないで、その自分の思いをそのまんまストレートに出した感じで、だからたった一人の人だけにために作った曲ですね。普段は結構みんないいって言ってほしいなというか共感されるような曲を目指してるんですけど、でもこのたった一人のためだけに作った曲がちょっと神気味、うん、たった一人のために作った曲がみんなにもし評価されればそれはなお嬉しいことなんですけど、まあ聞いてみないとね、そればっかりはわからないと思うんで、聞いてみてください。新曲です題名ないんで。